ドラえもんのびたと雲の王国は、藤子、F、藤尾によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック1991年10月号から1992年1月号に掲載された大長編、ドラえもんの1作品、及びこの作品をもとに1992年3月7日に公開されたドラえもん映画作品である、大長編シリーズ第12作目。 映画シリーズ第13作目にあたる。またコロコロコミック総監15周年記念作品でもある。第10回ゴールデングロス賞優秀銀賞受賞作。同時上映は21エモン宇宙池、裸足のプリンセス、ときめきソーラークルマニオン。原作は藤子、F、藤尾で映画版では制作葬式、脚本も務めた。地上人の環境破壊への報復として、 地上文明を大洪水によって滅亡させようと計画する天上人とそれを阻止しようとするドラえもんとのび太た,たちの戦いを描いた作品。環境破壊に対する自然の怒りを天上人という概念を介して描いている。月刊コロコロコ,ロコミック連載時は藤子の体調不良のためラストに海外描かれず藤子プロによる絵物語のび太と雲の王国完全ビジュアル版。 イラストストーリーが掲載された。自身の都合により連載を終えられなかった藤子は漫画で描かなきゃ意味がないという思いが強く、その後の1994年3月、ドラえもんクラブに完結編が掲載され、映画上映から2年を経て原作は正式に完結を迎えた。このため、原作の単行本は次回作、ドラえもんのび太とブリキの迷宮のそれよりも後に発売された。 絵物語と映画版とでは結末がやや異なる。監督の芝山つは完結編が映画版を踏襲した内容となっていたことが嬉しかったとしている。シリーズで初めて主人公であるドラえもんが故障するという危機的状況が描かれた。その後のシリーズ作品でも何度かドラえもんが故障することがあるが、1エピソード中に2回も故障したのは本作のみ。また、 未確定の未来として描写されているものの、人類の文明世界が滅亡した描写が明確になっているのも本作が唯一である。テレビ朝日版の放送開始以来、のびのびすけを演じてきた加藤正幸が公開1年後に降板、死去したため、本作は加藤が出演した最後のドラえもん映画となった。大長編の中でも、通常漫画と大長編が完全にリンクしているという、 ケウな特徴がある。かつてゲストとして登場したキャラクターたちが、天上人に関わる形で登場している。映画内でもテレビアニメの映像を引用、流用している。ナンパして無人島で助けを待つ少年、タガロとその家族は、すぐに船でこの島を離れろ。さもなくば、大雨によってこの島は溶けて流れるという何者かの警告を受ける。その夜、 島を覆うような黒雲が大雨を降らせ、島を沈めてしまった。同じ頃、雲の上には天国があると信じて、それをからかわれたのび太に、ドラえもんは雲の上に自分たちで天国を作ろうと提案する。途中で資金難に陥るも、仲間たちの資金協力を募る株式王国というアイデアによって、雲の王国は完成、楽しい時間を過ごすのび太た,たち。しかし、 気流に流された王国が、槍ヶ岳の頂上に引っかかった際、極寒の山中に絶滅動物グリプトドンと、その背中に乗ったまま気絶したタガロを発見する。火が落ちたのでタガロを眠らせたまま帰宅した5人だが、その夜、王国に円盤が飛来して、タガロを連れ去っていった。翌日、消えたタガロを探すために、槍ヶ岳に戻った5人は、豊かな自然に恵まれ地上では絶滅した動物が、 多数生息する謎の雲に迷い込む。そこは本物の天上人が住む天上世界の絶滅動物保護集だった。有効的な態度の保護管理員パルパルに連れられて管理施設を案内される5人。しかし天上人は地上人に警戒心と偏見を持っており、5人を宿泊施設に監禁してしまう。その処遇に反感を持った5人は、 タケコプターで脱出を図るも天井人の操る黒雲の雷により墜落。静か、ジャイアン、スネオの三人は天井世界の首都、中央州へ移送されてしまう。一方、のび太はドラえもんと合流するも、ドラえもんの電子頭脳は雷撃で故障して狂っていた。途方に暮れるのび太だが、保護州には依然ドラえもんと共に助けた小人、ドンジャラ村のホイやタガロが住んでおり、 彼らの協力を得て保護州からの脱出に成功する。地上の大気汚染に苦しむ天上界では動植物と地上人をあらかじめ避難させた上で大洪水で地上文明を破壊するノア計画が実行されようとしており、静かたち3人は地上人の代表として計画の実行開始を決める法廷へ立たされることになる。静かの通説な訴えと同情したパルパルの 弁護により審議を延期させることはできたが、同じく地上人代表として拉致されていた密漁者たちが円盤を盗んで脱走し、地上人への反感は、ますます強くなってしまう。一方、のびたたちは、雲の王国からどこでもドアで家に戻ったが、東京は、すでに大洪水に襲われており、のび家も今まさに沈みゆく最中だった。偶然により、ドラえもんが復活して、 雲の王国へ戻ることにはできたものの、もう人類は終わりだと絶望しかけるのびた。しかし、人類が20世紀で滅ぶならば、ドラえもんが存在するはずがないという、タイムパラドックスから、どこでもドアにセットした、時差調整ダイヤルが10日後になっていたことと、大洪水の発生が未確定の未来だと気づく。ドラえもんは未来を変えるため、天上世界を消滅させることが可能な、雲戻しガスを、 抑止力として天上人と交渉しようと考える。その夜、密漁者たちの円盤が雲の王国に墜落し、翌朝には円盤の大変態が雲の王国を包囲する。ガス発射用の手法で威嚇しながらも平和的解決を図るドラえもんたちに対し、密漁者は私翼と復讐心から攻撃を主張。ドラえもんや伸びた。 交渉に訪れた静かたち三人とパルパルを縛り上げて王国を乗っ取り勝手に攻撃を開始してしまう。手法の第一者でエネルギー州が消滅し、さらに多数の住人がいる中央州への攻撃が迫る中、責任を感じたドラえもんは自らが犠牲になることを決断。全速力の頭突きで雲戻しガスのタンクに突攻し、 雲の王国を消滅させることで攻撃を阻止した。ガス爆発により完全に故障したドラえもんと4人は、再び法廷に立たされたが、ドラえもんの犠牲的精神を評価したパルパルや、かつてのび太に助けられたホイヤモア、ド々ドが彼らを弁護する。さらに天上人移住交渉のため植物性から派遣されていった大使が法廷に現れ、自身の正体が以前伸びたによって、 姿勢を与えられた苗木、キーボーだったことを明かす。彼はドラえもんを修復した後、地球人の中に自然環境を帰り見る者が現れていることを訴え、環境が再生するまで天井人の伊豆を受け入れることを発表。こうして、ノア計画は撤回された。パルパルによって学校の裏山に戻された5人は、自然環境の再生と天井人たちとの再会を誓い、 日常へ戻っていくのだった。高高度から落下したのび太を救うため、ドラえもんが雲固めスプレーを使用して作った雲の大地である。そこへ他の秘密道具を用いて作った王国。一株百円の株式制を採用した株式国家。総工費のうちほとんどをスネオが出した。小さな国であるが、山、谷、川、滝、湖など基礎的な自然物があり、レストラン、 図書館、ゲームセンター、野球場、テニスコートなどの施設が充実している。労働力、遊び相手として、雲の切れ端にロボッターを入れて作った雲ロボットが多数いる。役職としては、のびたが国王、静かが王妃、ドラえもんが総理大臣、スネオが何でも大臣、ジャイアンが召使いとなっているがほぼ肩書きだけである。ノア計画によって、 地上部面を滅ぼそうとしている大天上連邦の対策として、後に雲戻しガスを応用した手法が開発され、雲の上に存在する天上連邦側にとっては最大の脅威となっている。また、もともと王国自体が多少の攻撃では無傷であることもあって、まさに無敵の軌道要塞と呼べる白物となったが、天上連邦への報復を目論む。 密漁者たちに王国を占拠されてしまったため、最終的にはドラえもんの捨て身の渡航によって王国の雲戻しガスが凝縮されたガスタンクが破壊され王国は崩壊の末路を迎えた。十二の雲から成り立つ連邦国家、大統領を頂点にした州制度を用い、首都は中央州中央市、宇宙との交流が盛んであり、テクノロジーは地上よりも はるかに高い。ここに住む人間は天上人と呼ばれるが、生物学的には地上の人と同種。外見も同一だが、原種、要人、役人等は皆背中に羽の生えた衣服を身につけており、その羽で空を飛ぶことが可能。創世神話によれば、戦争により高地に逃れた古代人が水星落下によって発生した特殊なガスにより、 個体化した雲に乗ることを発見、移住した末に発展した国家であることが示唆されている。事実上地上資源が使えないために、酸素、水等から合成した食料及び太陽光によるクリーンエネルギーの技術が発展。地上との接触を避けつつ、太古から絶滅危惧種の保護に力を入れ、結果として地上で絶滅した動物、植物が生き残っている。 一見すると、地上社会から隔絶された楽園のように思えるが、実際は、地上世界の環境破壊が原因で、年々人口が減少し続けており、彼らの多くは、地上人を激しく敵視している。ノア計画への対抗のために、ドラえもんが用意した雲戻しガスの手法が、密漁者たちに強奪された結果、エネルギー州が壊滅してしまうが、ドラえもんの捨て身の特効によって、 手法を設置していた雲の王国が崩壊したことから、天上世界そのものの滅亡は免れた。ドラえもんの犠牲的行為への評価と植物性、大使キーボーの説得によりのア計画の中止が決定され、天上連邦の人々は地球環境が回復するまで植物性へ移住することになった。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。